私へのドア開放軍。まあ私は環境の観点からして在宅勤務とかノマドワークどんどん普及してきて、それ人の移動も少なくなってエネルギーも使わなくなる、そう思ってました。でもそんなに甘くないみたいですね。ノマドワーク自体がノマドワーク在宅勤務みたいにみんなが別々の場所で働く、そういうスタイルの勤務がほとんどの仕事でこの機能しないということが分かったみたいなんですよね。特にクリエイティブな仕事というか、ほとんどの仕事というのはクリエイティブな仕事なんですよね。クリエイティブな仕事っていうのはそれぞれ完全に分業できないみたいなんですよ。この人はこの部分ね、あの人はこの部分ねみたいな、それを無理やり分業させて別々のところで仕事をする、まあ無理がありますね。例えばアプリケーションを開発するときにデザイナー、アプリケーションのボタンとか操作方法とかを作る人、それと中のロジックを組むプログラマー、全体の企画をする人、あと最近ですとその中央って言ってサーバー側で動くプログラムを作る人、いろいろ人が必要です。でそれぞれコンピューターだと階層型のアプリって言ってデータ層、アプリケーション層、あとインターフェース、それは分けられる、そう言われてますけど、まあそんなに綺麗にはいかないだろう。実際プログラムを組むときにその3つには完全に分けれるかもしれないですけど、企画は変わるとその3つのレイヤーゴロッと変わるんですよね。表面のインターフェースを変えるとそのデータの持ち方も変えないといけない、そうなるから、そのプログラムのコードという意味でその3つの部分それが分かれるのはまあ正しい流れでも、分かれるからといってその3つを完全に別々のところで開発してその間は仕様書でつなぐ、無理ですね。企画者が仕様書書いてそしてエンジニア集団に渡す、そうすると物が出来上がってくる、今の開発ではほとんど無理ですね。それ結構多い例なんですけど、開発を依頼する人、その人も何を開発していいのかよくわからない、どんな機能を入れていいのかよくわからない、そういうところがある。さらに自社アプリケーションを作るときも企画者が実際に物を作って動かしてみないとどんな方向性になるかわからない、そう言ってるんですよね。完璧な企画書というもの、仕様書というもの作れないんですよ。開発しながらぐるぐる回しながら仕上げていく、そうなってくるとスタッフ全員が一つの場所にいないと開発厳しいんですよね。じゃあ分業化できないのか、クリエイティブじゃない作業というのはできるみたいですね。だからソフトウェア開発とかでも完全に仕様書が決まってるもの、仕様が決まってるもの、そういうものであれば遠隔地での仕事可能みたいですね。まあちょっと今考えましたけど、クリエイティブな仕事かクリエイティブじゃない仕事なのか、そういう区分じゃなくて完全に文書によって仕様書によって仕事を分離できるか分離できないか、それが在宅勤務ノマドワークができるかできないか、その区分だと思いますね。環境の観点で遠隔勤務、みんなが集まらなくていい勤務、非常にいいですけどまだまだ厳しいみたいですね。ということで自閉の動画解放軍でした。自閉の動画解放軍、チャンネル登録お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。